されてたりディフェンスに回ってる時でも試合は見えてると思うんですよね、ある程度、まあ、そこはキャリアの差でしょうね。もう全然キャリアなんていうか、染みついてますね、プロレスに。まあ、キャリア1年なんですけど、1年の差なんですけど、でも、まあ、もっと差ない、なんていうか、大きな舞台に踏んでる数が段違いじゃないですか、南の方が段違いに多いですから、神はやっぱそういう舞台があんまりないですからね、チャンスに今まで恵まれてなかったっていう部分もありますね、その差がやっぱり出てくるんでしょうね、はい。正確にね、いつ見ても痛そうというか、本当に一つ技のね、仕掛けがものすごく正確だよね、これは相手にとっては本当に嫌な技でしょうね、おそらく、うん、そうですね、まあ、これもいかにもデスプロ流の持っていかないよね、そうそう、ダブルアームの持ち方がね、背骨折り3発っていうところがまた理にかなってるって感じがしますよね。さて、これはあのキックかな、どうなんでしょう、キックですか、あ、そうそう、自分のレパートリーを一つ一つ消化していきたいですね、まあ、悪い見方をすれば新しいものにをあんまりトライしないっていうことも言えますけれども、うん、ブリッジも綺麗だしね、本当に申し分ないんですよね、何も、じゃあ何なんでしょう、まあ、ミナミに関して言うと、性格的なものがかなり影響されてるんじゃないかなというは思うんですけど、 あんまり貪欲じゃないっていうんですか、もちろんプロになってる以上それはないはずないんだけども、まあ、他の人に比べてという部分で、それがあるんじゃないかと思うんですね、やっぱり何て言うんでしょう、今日メインに出てくるアキラ、アジアコング、バイソン、木村、ブル中野、井上京子、山田、トヨタですか、あの辺りに比べるとちょっと引いちゃうようなところがあるんですかね、気持ち的に、みんなが前へ前へっていうか、私が私がっていう性格の人が揃ってますよね、そうですね、だからかえってなんていうのかな、自然にある程度6番バッターぐらいのね、ポジションになっちゃうのかなっていう気がするんですね、ああいい表現ですね、6番バッターぐらいでしょ、そういう感じですね、みんながみんなクリーンナップ打とうとしてるでしょ、でも本当に4番バッターになるの1人だけなんですけどね、6番バッター定着してるって感じですよね、もう大定着、でもそんなこと言ったら神谷は8番バッターですよ、まあそりゃそうですね、そう、もっと上狙ったっていいんだけど、反対に神谷の場合は、気持ち的には非常にあるんですけど、逆になんていうかな、まあ、外形的に損してる部分も大きいと思うんですよね、いや、でも神谷可愛いっていうファンも多いですよ、顔立ちはいいですよ、ただなんか、なんていうんですかね、いまいち、プロとしてみたら何か足らないものがあるんでしょう、やっぱり外見的にちょっとあると思いますね、またね、さっきの政権好きにしてもおそらくこれから出てくるんじゃないかな、戦闘もね、オリジナルじゃないんですよね、これ神谷の、そうですね、やっぱり上を取ってる選手っていうのは一つか二つ他の選手がないものを持ってますよね、だから戦闘も政権好きも人から借りたもんっていうか見よう見まねで始めたものですから、今一つものになってないっていうかね、そういう理由もあるかもしれないですね、一つ最近使ってるオリジナルがあるんですよ、何でしょう、相手をコーナートップロープに乗っけて、はいはい、ジャーマンやる、いわゆるなだれ式ジャーマン、まあ、なだれ式といってもコーナーの方がありますあります、相手が乗っかってるだけなんですけど、これ一応彼女のオリジナルで考えてることは考えてますね、そういうのも結構考えてるんですね、ただそれでねフィニッシュ取れるようにならないと、ていうかそれはやっぱり決められる相手が限られてくるでしょう、ちょっとこの南にはかけられないんじゃないかなという気がしますしね、大きい選手にはちょっと無理がある、難しいと思うんですね、なるほどなるほど、体の小さい、まあ、後輩とかには、はい、決まりやすいかもしれないけども、
まあ、誰にもやっぱ通用する技っていうのが必要ですよね。そう、結局はハニシモンドっていうのは勝ってる相手にちっちゃい相手にも無理やりなら誰にもできるもんじゃないとね。そう、そうじゃないとやっぱりフィニッシュとはいないですよね。全くその通りです。ラリアットだろうがやっぱり誰にでも決められるものをフィニッシュって言うんですよね。顔綺麗ですね、南鈴鹿選手。あ今あのビルビル持った顔がアップになりましたよね、美人ですね。そうですね、そうは言って本人は顔が大きいこと気にしてますけど顔が大きいのはいいじゃないですか。いやでも大きい方がプロとしてはいいんですよね、どっからでも遠くからでも見えるというか、うん、うわー強烈。パワーボムっていうのは本当に分かりやすくて強烈ですね。また南があるとやっぱ迫力ありますね。でかいですから。あお、これは変わってますね。いやーすごい、パワーボムと見せかけて落とし方が尋常じゃないです。見せかけてもドリガーホールですか。ええ、いやこれはちょっと初めて見ましたね。タイミング外したもんね。ほらやっぱりね、お、これはあ行けた。政権突きやろうとして失敗してね、ボディーブロックにされたしね、同じ技を2度3度出しちゃダメでしょ。そうですね、あのベテランに対しては。カミヤこれ勝ったら大きいですよ、大きいけどね。さっきの、ま、前方の回転エビにしてもバックドロップにしても、やっぱり普通の技なんですよね。南鈴が見てますよね、今の技も。よーく見てるから返せるし、まあ、体の違いもあるでしょうね、やっぱり。あー崩れちゃった。爪が甘いね、やっぱり神谷選手。こんなこと言ったら本人は怒るかもしれないけれど。今のなんかもね、あんまり距離を見てないで、あーそうはいかないかな。あー綺麗、あーこれお見事。お見事ですね、やっぱり。うーん、技っていうか技術の確かさで明らかに差が出ちゃいましたね。そう、一歩だけじゃなくて二歩三歩、南鈴鹿選手先んじてるなっていう印象がありました。うそういう差を見せつけられた思いですね。はい、勝者南鈴鹿選手にインタビューします。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。しかし粘られましたね。粘られましたね、結構。いきなり場外乱闘で必殺技パワーボム返された時は焦りましたか。焦りましたね、やっぱり。やっぱりでも粘るって聞いたんで、あそこまで粘るとは思わなかった、そうですか、はい、でもフィニッシュはジャパニーズレグロールカッチホールド、鮮やかでしたけども。ありがとうございます。あんまり身寄りにかけたことがないんで、多分それだったら大丈夫かな。パワーボムだったら普段やってますよね、はい、でも見られちゃってるから、これだったら大丈夫かなと思って。なるほど、はい、これからも上目指して頑張ってください、はい、ありがとうございました。